日本とコンゴ共和国の関係では、日本とコンゴ共和国の関係について外説する。1960年8月、コンゴ共和国はフランスから独立。日本は同時に国家承認を行い外交関係を樹立した。ただし、初代大統領となった、新仏派のフルベイリュールールの政権は樹立後わずか3年で8月革命により、打倒され、1970年には、 社会主義国家である、今後人民共和国が成立。当時冷戦ということもあり、日本と外交的に遠のいた。1979年になると、西側諸国との関係改善を志す度にさすぬげそが大統領に就任。それによって、日本とも関係改善が図られ、冷戦終結後の1996年6月には、東京に、中日、 今後共和国大使館を開設。1998年1月に閉鎖したが、2012年12月、在京大使館を再開。一方日本側は2010年8月から、近社シャサの在コンゴ民主共和国日本国大使館が、今後共和国を、喧活している。第4回アフリカ開発会議出席のため、ドニサスヌゲソが2008年5月に、 今後共和国大統領として初めて日本を訪問。当時総理大臣であった福田康夫と首脳会談を実施してアフリカ情勢や経済協力についてが話し合われた。2021年現在、今後共和国大統領の訪日はこれが唯一である。また、その他主要閣僚も日本を数度訪問を実施。 2019年にはアフリカ開発会議のため訪日していたコンゴ共和国外務協力在外コンゴ人大臣を務めるジャンクロードがこそと外務大臣であった河野太郎が外相会談を実施して北朝鮮核問題や安保理改革について意見を交換するなど経済、文化、安全保障面での交流を深めた。一方、 日本側からの訪問は2010年以降、高頻度に実施されている。2013年2月には、外務大臣政務官の安倍敏子が訪問し、産業開発、民間部門促進国務大臣、外務、協力大臣、森林経済、持続的開発大臣、経済特区担当大臣及び、漁業、水産大臣の5名の閣僚と懇談を実施した。同年11月には、 外務大臣政務官の石原博高がアフリカ貿易投資促進合同ミッションのために訪問し、ブラザビルやポワントノアールの視察、日本企業によるプレゼンテーションや投資セミナーでの講演などを行った。2015年12月には外務大臣政務官の木川田人氏が今後共和国を訪問して、現地企業との交流や閣僚との懇談を実施し、関係強化を図っている。 経済的には、急走四国であるフランスとの結びつきが強く、2017年に、今後共和国が受け取った、経済支援の半分以上がフランスからによるものだった。しかし、日本も2018年までに、無償資金協力が、技術協力合わせて70億円以上を援助するなど、一定の援助国となっている。援助内容としては、今後共和国は、アフリカの中では、 比較的所得も高い国である一方、隣国のコンゴ民主共和国や中央アフリカからの難民が増加を続けているため、そのための食料援助を実施。他にも、食料生産のためのトラクターなど農業機械の提供や医療機器の提供なども実施。今後共和国内戦終結から間もない時期には、 人間の安全保障と平和定着、紛争防止のための支援も行われていた。貿易面では2019年の対日輸出は4.48億円に、対し対日輸入は5.02億円と、輸出と輸入はほぼ釣り合っている状態にあった。主要な対日輸出品は、非鉄金属や木材などであり、特に木材は地球の片範囲とも呼ばれる。 コンゴ盆地に位置するコンゴ共和国にとっての主要な生産物である。日本は木材の安定供給とそのコンゴ盆地における持続可能な森林経営のため、カメルーンやコンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、そしてコンゴ共和国の4カ国に対して多額の支援を実施している。一方、対日輸入品は鉄鋼や魚介類などである。 PL パスイフェリックスンゴマ、ありがとうございます。